<noise> こんにちは佐藤です。 時々ですね、時々と言いますか定期的にいただく質問の一つに、これから文章力を上げていきたいと、自分の、ね、文章の表現する力を磨いていきたいと思ってるんだけれども、国語の成績が悪かったから、学校の、ね、国語の成績が悪かったから、こんな自分では文章力を上げることは難しいですかねというね、まあ、そういったあの質問というか相談を受けることが定期的にあります。 えー、今回はですねこの質問に対しまして私の体験と言いますか私自身の経験をね踏まえて少しねお話ししてみたいと思っているんですけれども。 えまず最初にえお話ししておきたいことは、えー、私、佐藤は、国語の成績が五教科の中で一番悪かったと。えー、数国理、社と五教科ありますよね。えー、5五教科の中で、国語の成績が一番悪かったです。えー、五段階評価、12345の五段階評価が成績表であったと思うんですけれども、国語は一番良くても4だったと思います。えー、五教科の中で一番苦手な科目というか、成績が上がらなかった 科目が、えー、実は国語なんですよね。 えー、そしてあの、小学校5、6年生かな、えー、小学校5年生の時の担任の先生なんかには、えー、佐藤は本当あの、作文がね、私の作文を添削してくださったんですけれども、えー、佐藤はね、本当作文これダメだなと、えー、お前の文章は良くないよと、面白くないっていうことを結構厳しめに言われた経験もあります。えー、その先生はかなり熱心なね、まあ、いわゆる熱心な、熱心に指導してくださる先生だったんですけれども、えー、私の書いた作文なんかを、えー、こう見て、えー、クラスメイ T 君,ね、T 君というクラスメートがいたんですけれどもおいさとこの T の作文を読んでみろと、えー、どうだと、えー、作文っていうのはこんな風に書くんだこういう文章がいいんだぞとね、えー、その T 君という作文をね、えー、T 君という同級生の作文を読まされたりして、えー、書き直してこいみたいなことをよく言われましたねで一生懸命書き直すんですけれども、まあ、自分はね今回今回をよく書けたかなと思って見せるとその一番よく書けた部分に赤ペンが入ってここが一番ダメだと言って削られてしまうっていうね、まあ そんな体験があったので。 えーまあ、自分の中ではああ、うん、自分は文章を書くのが苦手なんだなと作文は本当ダメだなと、まあ、T 君のように、ね、書ければいいんだけれどもいや多分おそらく才能がないなと、ねまあ、子供の頃から結構思っていました、えー、そしてね私の父親なんかも結構私の文章を読んでいやお前の文章だめだなと大げさだとかね結構、うん、なんか文章の才能ないなみたいな、ねまあ、結構、まあ、からかっているっていうか、まあ、親なんでね、まあ、そういったことを言ってきたと思うんですけれども割と父親なんかにも、えー、お前の文章 あまり良くないないみたいなねそんなこと言われたりしていたのでまあ子供の頃からね、えー、ちょっと言われたりしていたので、えー、結構もう自分は本当国語の成績も悪いし、えー、まあ文章書くのは下手なんだななんてことをね、えー、ずっと思っていました。で実際国語の成績は良くなかったんですね まあ、そのような感じであの自分にはね、そういった国語とか文章を表現する力っていうのはないと思っていたので、まあ、当然ね、あのー、まあ、仕事を選ぶときにも、えーまあ、今でこそクリエイターっていうんですか、まあ、クリエイティブな仕事を、えー、文章に関わる仕事をしていますけれども、えー、当然そういった方向の仕事を選ぶこともありませんでした。ないっていうか、あのーまあ、当然そういった才能はないと思うので、えーまあ、そういうね、あの文章とか表現する仕事っていうのは全く別の方向の仕事に進んだんですけれども、 えー、ところがね、まあ、あるきっかけで言いますか私の場合は、えーとまあ、キャッチフレーズですね、えー、私が書いたキャッチフレーズがちょっとした賞を頂い,いて、まあ、それをきっかけであれ、まあ、自分はちょっとこういったあの何かを書くうんことが 力があるのかななんて少しおぼろげに思ったりしたときに、ええー、まあ、いろんな、あの、きっかけがあって、えー、雑誌の取材を受けたりして、まあ、そのような人たちから、まあ、佐藤さん、えー、あなたは表現する力ありますよと、えー、広告とかキャッチフレーズを書く力ありますよみたいなことをね、まあの、褒めて、ライターさんに褒めていただいたりして、まあ、褒めていただくっていうか、まあ、お立ててね、まあ、気分良くしていただいたと思った、思うんですけれども、まあ、そのようなきっかけがあったりして、あれ、なんか自分にもできるかなと思って、それが、あの、少しずつ仕事になったって の歳過ぎてからなの,で、えー、なので私の場合も本当に。国語の 成績とかそういったの周りにね褒めてくれる先生とかそういった大人たちがねまあ大人大人たちがいなかったのでまあ自分がそういった才能があると思ってなかったし国語の成績も本当に良くなかったし勉強方法もわかりませんでした、えー、まあそんなわけでおそらくまああくまでも極論になりますけれどもえっ、ー、とまあ学校のね国語の成績が良くなかったからとかお前の文章はあまり良くないなって言われたっていう経験がねある方っていうのは結構それがあのまあトラウマというか、えー、まあ自分のね。えー まあ自己評価を決めてしまってると思うんですけれども、まあ、あくまでもそれは学校の先生の視点からの,あの指導であってまた教科書の中での指導であってえ決して何かを表現する力とかえ決してそれが何かを表現するとかあの、まあ、文章のを表現する力と直結してるとは、えー え完全に、ね、それが評価につながってると思いませんので、えー、それがね、えー、本当にあの文章を表現する力を正しく評価してるってわけではないと思いますので、えーまあねあのー、これから文章力を磨いていきたいとか表現をえ磨いていきたいという皆さんいらっしゃると思いますけれども、まあ、そういった方はねそういったあの過去の成績とか学校の成績とかは気にしないでどんどんあのやっていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、実際私私ががそそううでですから私が、ね、そうだったので、えー え、ま、そんな感じでコツコツと自分ができる範囲でいいと思うんですよ。自分ができる範囲で本当丁寧に何度も書き直してゆっくりやっていくと。そして10年、20年とコツコツと、そういったあの、作業を続けていけば、私はその30代前半ぐらいまでかかりましたけれども、え、それをね、いいっていう、その私の書いたもの、自分が書いたもの、面白いねとか、え、なんかこれいいですねって言ってくれる人っていうのは必ず、あの、現れてくると思うんですね。えー、そういったこと言っていただけたら、ま、その人に向けて一生懸命書いていくと。そうしていく とあ「これ面白いですね私にも書いてください」とかえ「こんなこと書いてもらえませんか」っていうのが少しずつ広がっていくと思いますので。 そうなったら、自分のできる範囲でまた少しずつやっていけば、まあ、10年、20年続けていけば、え、きっとね、えー、まあ、こんな言い方が正しいかどうかわからないですけれども、え、学校の先生には評価を受けなかったかもしれないけれども、世の中の人たちには皆さんが書いた文章を読みたいっていう人がきっと現れてくると思いますので、えー、まあ、そういった過去のね、経験とかは関係ないよと、え、私自身が、ま、一つの、え、例、具体例になると思いますので、えー、ぜひですね、え、これから文章力を磨きたい っていう人は、えー、たくさん書いていきましょうと10年20年コツコツ書いてそれを表現していきましょうと何度も見直して、えー、丁寧に書いていこうと、えー、そしていろんなところでもお話ししていますけれどもやっぱりいい文章を読むっていうことはこれ絶対だと思いますあの書きたい、えー、何かを書きたい表現したいのであれば、えー、当然そ,のそれと同じくらいいやそれと同じじゃないですね、まあ、3倍4倍ぐらいの、えー、読書量というか文章を読む 時間っていうのが必要になってくると思うので、とにかくたくさんいい文章を読んで、えー、いい文章に触れて、で、3倍、4倍と、えー、それに触れていけば、その中の何パーセントかが、えー、自分の中にこう染み込んでくると思いますので、えー、それが、えー、時間を経て、えー、まあ、自分らしい文章につながっていくんじゃないかなと思います。 え今回はですね、これから文章力を磨いていきたいと、えー、まあそういったね、ご質問がありましたので、えー、それに対しまして、お答えと言いますか、まあ、私の体験ですね。私の体験を通して、えー、まあアドバイスをさせていただきました。えー、今回の内容はこれで終了です。ありがとうございました。